新型コロナウイルス対策で臨時休園していた天王寺動物園が営業再開しました。同日祝祭日は、事前予約という形で8000人を限度で考えております。ウィークデーについては限度設けてないんですけれども、あと今回、からですけれども入り口でお客様のちょっと体温を測らせていただいて、37度5分以上の方はですね、ちょっとご遠慮いただくとか、具合が悪そうな方についてはぐらいを拒否し、控えさせていただきたいなというふうに考えております。あと園内の対策としては、手で直接触れるようなところは消毒を施していきますし、定期的にまたおトイレの消毒なんかもやっていきたいというふうに考えております。以上、安倍の経済新聞がお伝えしました。